動画撮りミスした。今から動画撮影だわ。 D ポイント今向かってますね。まあ、マップ見ていただくと分かるけど、左下のマップ。ということでバトルフィールド1SL で、 SL っていう看護兵武器でやっていきます。ちょっと今日はね、もうお酒飲んだ後だからあんまり喋れないというか、もう気持ち悪い、吐きそう、飲みすぎた。てかさ、今日飲み会行ってきて一つ気づいたことがあるんだけど、やっぱり飲み放題とか食べ放題って大勢で行くと不利だよね。お金がなくなる。あ、やられた。その飲み会に行って食べ放題飲み放題、要は例えば食べ放題ってあるじゃん。あの食べ放題って、まあ、今日お好み焼き屋行ってきたんだけど、お好み焼きって焼く時間にすごい時間かかんじゃん。で、鉄板が一つだけしかないのにさ、それをお好み焼きしてさ、みんなで食べるっていうと、一人だいたいその食べ放題料金で、いくらだっけな、かなりするんで、1700か1800、まあ、だいたい2000円ぐらいすんのよ。で、食べ放題で2000円ぐらいなんだけど、結果的にそれ2時間しか食えないし、ラストオーダーがあるから、実際4人で食うとなると全然食えないよね。だからそれだったら単品でみんなでシェアして食べた方が安いっていう事実を今日知った。あとね、今日飲み会で初めて知ったんだけど、友達に俺が YouTube やってることバレた。これはもうね、由々しき事態だよ、本当に。ありえん、マジで。まさかそんなことが起きてるとは思わなかったわ。で、今日さ、お前 YouTube やってるっしょみたいなこと言われて、みたいな。あのってなって。あ、これ吹っ飛ぶわ。あ、吹っ飛んだ。いや、きついね。まあ、点差勝ってるから大丈夫か。まあ、それでさ、結局、まあ、別に何かしらおめえさらすわみたいなことにならなかったから、よかったけどさ、なんかやっぱり、知り合いが見てるっていうのをさ、知ると少し変わるよね。まああんまり変わんないんだけど、正直見てんのかみたいなぐらいの感覚で今やってるけど。いやさ、あの話がすごい変わるんだけどさ、この前その俺のさ動画チャンネルのなんかアドバイザーっつうか、いろいろこういったことしたらいいんじゃないのって教えてくれる人がいるんだけどさ、その子に言われたことが結構前からも言われてたんだけど、バトルフィールドはさ、俺のプレイ見ててもうわけわからんみたいなこと言われるんだよ。何がわけわかんないのって言われると、なんか敵いないのになんでそこ撃ってるのとか、何撃ってるのかわからないみたいな。まあ、基本さ、バトルフィールド1って米粒狙うゲームだから、やっぱり米粒って動画じゃわかりにくいよね。で、今多分俺のこのプレイ見てるとわかるんだけどさ、この赤点、赤く映ってんじゃん。これスポットすると赤点が映るんだけど、これを狙ってる感じですね。で、結構ね、赤点が映ってる間は基本当たるみたいなのがあるから、まあ壁に隠れてても赤点出るっていう時はあるんだけど、まあ基本は当たるね。だから赤点狙うといいっすね。あとはもうマップ覚えゲーじゃね。ちょっと裏っ側行くか。戦車出てるからさ、味方戦車で、戦車の近くで沸かせたいな。ちょっと裏取るか。なんかやっぱり一回さ、その自分の動きをしっかりと解説しながらの動画って撮った方がいいのかなって悩むんだよ。まあ今更バトルフィールド1で解説動画上げんのもなっていうのがあるんだけどさ、ちょっとここで一旦沸き待ちしよう。で、これで味方沸かす。あ、戦車壊れてんな。でも解説動画は、まあ、なんか FPS ってすべて、ん?後ろにいるな。すべて FPS において共通する場所って、あると思うんだよね。OK。もう一人は?あれ、消えた。この裏側かな?いや、なんか FPS って必ずしも共通する点、なんでここにいるのっていう共通する点とか見てるところとか、いたいた、共通するところが、あると思うんだよね。だから、まあ今更 BF1 の動画を見ても、なんかある程度なら、今後のバトルフィールド5とかに向けても、参考になるんじゃねえのかなと思う。ここにこういった武器があるから、これ使うことが立ち回りだよっていうのは多分個々のゲームの立ち回りになってくると思うんだけど、
ここ見てる理由とかさ、そう、なんだろう、味方の動きに合わせた動きっていうのはどの FPS においても共通した立ち回りじゃないのかなって思うんだよね。ただなんか解説いる？なんかどうなんだろうね。俺に求められてるのが何なのかが分かんないからさ、まあ、俺が好きなことは別にまあ自分の動き紹介するとかそういったこともしないんだよね。まあ、今のしゃがんだのも左側に敵がいたから車線切るためにしゃがみ撃ちしたんだよね。うん。っていうのも多分説明一つ一つ入れないと分からないらしいんだよ、やっぱりバトルフィールド1知らない人とかは。だから俺のチャンネルってバトルフィールド以外にも登録してる人がいるから、そう考えるとバトルフィールドを登録してない人に向けた動画つうか向けた撮り方も重要なのかなって。馬に遮られた。でこれも今なんで B 取りに行かないで A に取りに行ってるかっていうと、まあ純粋にもう B は制圧してるし、 A に向かってるのが左下のマップで確認できたから、これめっちゃいるっしょ。だからこれ潰してもう終わりにする。当たんねえな。うん、っていう感じの解説ね。でもね、ちなみに俺がね、いつもねゲームしてるときに見てるところって結構上手い人ってさ、レティクルの真ん中しか見ない言うけど、俺とかは結構マップ見るし味方の動き見るし結構いろんなところ見てる。俺は真ん中だけじゃ無理じゃね。なんかゲームって情報戦だと思う。情報戦で真ん中だけ見るっていうのはあんま情報として少ないのかなと思うわ。まあでも上手い人は、まあ、通常真ん中見てるけどマップ見るときはマップ見るみたいな感じだと思う。多分その前情報がな多分抜けてるんだと思う、レティクルしか見てない人は。まあでも動画見る人ってレティクルしか見ないよね普通に。難しいよね。まあ、基本俺はバトルフィールドでやってることはスポットして赤点打つみたいな。こんなさアイアンサイトでさ米粒みたいな敵狙うの無理じゃね。まず絶対無理じゃん。だからもうスポットバトルフィールド5だとスポットがちょっと変わるっていうから少し怖いよね。こんな豆粒アイアンサイトで狙えねえわって。霧も出てるしね若干。あのしゃがみ方は良くないね、あんまりっていう感じですね。だからバトルフィールド5の動画を撮る際は、まあ、今みたいに軽く雑談含めた動画を撮るか、解説、自分はなんで今この動きをしてるかっていう解説の動画を上げるかすごい悩んでる。でもさ解説動画って結構さ上手いやつの動画見ればあんま変わんないっていうね。そんなになんか強さって俺ある程度超えたらさもうそんなに違いはないと思うんだよ。強さっていうのも少しずつやっぱりカテゴリーによって違うし、それをランキング付けするって不可能に近いと思う。不可能だと思う。まずあスラックショットガンか。まあその強さの話に戻んだけど、なんだろうな、強い、その強、例えば俺自分で上手いなって思うことはなんか立ち回りだと思うんだよね。まあ、やっぱりバトルフィールド1続けてもう1年かな続けて、まあたまに やってなかったりするけど、始めてから1年2年経ってるからなんかある程度マップを覚えてさ動きも分かるじゃん。だから、まあ、ある程度死なないように立ち回れるみたいなことができるんだけどさ、強さによってはエイムが強い人とかいるじゃん。反応速度が強い人とかさ、例えば勘が強いとか、もう勘とか神の領域だよね。例えばここにいるだろうと思って撃つみたいな。あでも大体勘っていうのもなんかある程度経験積んだ人が勘っていうのはあると思う。俺もここにいるだろうなっていう勘でたまに本当に敵いる時あるから、それの違いだよな。だから強さってのは本当に人くくりにできないと思う。だから多分動画上げてる人でいろんな人のプレイ見るけど、こいつ下手だなっていう人はあんま見ないな。
そんなにすごいやってる人でね、始めたばっかの人は別だよ。例えばそのそうだな、名前出していいかわかんないけど、俺よく見てる人の配信としてはライスジャックさんっていう人がいるんだよ。ライスジャックさん、ライスジャックさんっていう人と、じゃああともう一人よく見てる人は、石像動かないっていう人がいる。石像動かないさんっていうバトルフィールドプレイヤーがいるんですよ。じゃあその人とその人のプレイどっちが強いかって絶対ランキング付けなんてできないんですよ。数字でならできるかもしれないですけど、数字なんて当てになんないし、アカウント作り直したり、なんだろうな、結構飛行機とかさ、本当にいつもフレンドとやってたらそれは KD 上がるわってなるじゃん。野良で一人でやってるなんてわかんないじゃん絶対。だから数字なんてマジで当てになんないんですよ、同じ環境でやってないから。なんか全く同じ場所、全く同じ時間、全く同じパーティーっていうか同じ条件でさやって KD とかが近かったら強さのランキング付けてできると思うんだけど、無理じゃん。ちょっと蘇生しよう。周囲警戒、まあ、最近覚えたことは蘇生する前に周辺撃破するっていう。 OK っていう感じだね。だからもう強さっていうのはもうある程度超えたらもうライン付けなんて無理だと思う。できても初心者か、まあある程度上手いグループみたいな。なんだこれ、あ、これあれか、動画のやつか。なんだっけ、これ爆破させるとピストルもらえるんだっけ。とりあえずこれもう E ポイント取って終わりかな。あ、これかなり多いな、やばそう、危な。強さなんて無理、本当に一つの動画で判断するのも無理だし、あ、敵だと思った、無理だしね。やべ、当たんね、腰ダメあんま当たんねえな。 SL 処置しよう。やべやべ、敵多いな。ん？あ、こいつら待って、俺の存在に気づいてないんだけど。やったぜ、これクリアリングしてないからこうなるから。オッケー、おお、一人で拠点守ったぞ、ナイス。っていう感じで今の俺のプレイってまあうまいじゃん、まあ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 うまいじゃん。だからこれでじゃあ俺が誰かと誰かより強いかって言われても分かんないじゃん絶対。無理なんだよね強さのランキング付けって。だなんかあの KD のランキングとか撃破数のランキングとかならできるかもしれないけど、強さのランキングは無理だと思う。まあ俺もまだまだね、せっかくだし FPS 上手くなりたいわな。これもう終わりだな、おあげだな、おあげ。あとは蘇生してポイント稼ぐか。あ、強い。あ、とりあえずなんだろう、もう酔った勢いでぴょんぴょんしゃべった感じだけど、ちょっとごめんね、ローレツ回ってなかったら。結構今日飲んだね、飲み放ではなかったけど、何本、ビール3本、梅酒6な、5杯ぐらいかな、飲んだのは。あ、終わった。ということで、GG、お疲れ様でした。まあ、なんとか勝てましたね。やっぱり、まあ、今日言いたかったこととしたら、まあ、バトルフィールド5やるんで、よかったら皆さんチャンネル登録お願いしますっていうことだけですね。ということで、ありがとうございました。まあ、今後とも、バトルフィールド1の動画、バトルフィールド5出るまでかな、出るまでどうにか撮りたいと思います。ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。GG。バイバーイ。あ、気持ち悪い。